世界ボクシング協会 WBA の選手権委員会は、公式サイトで4団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥に、WBA1 位のムロジョン・アフマダリエフとの指名試合を9月25日までに行うよう公式文書で伝えたと明らかにした。井上尚弥が所属する大橋ジムの大橋秀行会長は取材に応じ、日程に難色を示した。井上は9月に次期防衛戦を予定しており、現在は WBO2 位のドヘニーとの対戦が有力視されている。 WBA は交渉期間を7月14日までとし、規則で王者は王者になった日から9ヶ月以内に指名試合を行わなければならないと指摘している。大橋会長はアフマダリエフとの防衛戦ではなく9月25日という日程に対して厳しいと語り、ベルトは一つあればいい、 WBA 王座が剥奪されても仕方ないと、必ずしも統一王座にはこだわらない考えを明かしている。井上尚弥は9月に防衛戦を控えているが、7月28日に日本でのボクシングマッチが決定した。パッキャオは、井上は本当に素晴らしいボクサーで、ボクシングというものを完璧に習得していると思います。ここから彼に必要なものは、習得したボクシングをさらに追求することです。ボクシングを追求し続けて、ボクシングの秘密の部分にまでたどり着く必要があります。なぜ私が6階級も制覇することができたのか、それはチャンピオンになっても満足せず、習得したボクシングをより高く、より深い部分まで理解して、壁にぶつかったら解決策を自分なりに導いてきたからです。それを積み重ねてボクシングの秘密にたどり着きました。井上選手も次のステップに進むには、私のようにボクシングの秘密を探し出すこと、それが分かればどんな相手でもどんな階級でも勝てると私は信じています、という言っていることが深すぎますね。パッキャオが言うボクシングの秘密の部分というのは、ボクシングの奥義のようなものでしょうか。柔道では軽量級が自分より重い相手を倒すことがあり、ボクシングでも奥義を身につければ自分よりも重い選手にも勝てるということでしょう。実際に6階級制覇したパッキャオが言うのだから、間違いないのかもしれません。パッキャオにしか見えていない井上尚弥がいるのかもしれません。パッキャオの言うレベルまで井上尚弥には到達してほしい。あと何階級か制覇し、無敗のまま引退できれば、パッキャオを超えたボクシング史上最高の選手と言ってもいいのかもしれません。これからも井上尚弥のボクシングを見続けたい。井上尚弥に幸あれ。あなたはどう思いましたか？コメント欄で話し合えたら嬉しいです。